どうもコブロです今回はレジェンダリー武器のショットガンアネモイについて紹介をいたしますレジェンダリーショットガンのアネモイ自動式ショットガンレアリティはレジェンダリーモジュールがモーニングウィンドリロード時に強力な突風を起こし 8m の範囲にいる敵に、まあ、このダメージは多分変わってきますでクールダウンは2秒アノマリーサージクリティカルヒット時にアノマリーエネルギー爆発を発生させ 2m の範囲にいる、まあ、ダメージを与えるとでこの武器を使って紹介していこうと思います 今回はレジェンダリー武器のショットガン、アネモイについての紹介でした。このアネモイを使う際は、ソロでもマルチでも対応ができる武器となります。まあ、クラスに関してはトリックスターに装備させることをお勧めいたします。この動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります。それではまた。